オーストラリアの国章においてクレストにあしらわれているコモンウェルススターコモンウェルススターは1901年1月1日のオーストラリア連邦の成立を象徴する7芒星であるフェデレーションスター、セブンポイントスター、スター・オブ・フェデレーションとも呼ばれる6つの頂点はオーストラリア連邦の成立に参加した州、地域を表しており7つ目の頂点は将来 オーストラリアに含まれるであろう、州、地域を表している。もともとは六芒星であったが、1905年のオーストラリア領パプアの成立を受けて1909年に、同地及び将来の州、地域を示すために頂点が一つ追加された。フェデレーションスターという名称が頻繁に使われるが、コモンウェルススターが公式名称である。これは、 オーストラリアの国旗が制定された際に、オーストラリア政府が関東にこの名称で記載をしたためである。コモンウェルススターは、オーストラリアの国旗及び、オーストラリアの国章に用いられている。オーストラリアの国旗においては、ユニオンジャックの下に、下辺から1、4の位置に置かれている。また、旗の右半面には南十字星を構成している。国章では、 青と金のリースの上に置かれて、クレストとして用いられている。オーストラリア国防軍と、オーストラリア連邦警察のバッジにも用いられている。オーストラリア陸軍、オーストラリア海軍及び、オーストラリア空軍のバッジは、英国並びに、他の英連邦王国構成国と同様に、イドワード王冠を用いているが、オーストラリアが共和制国家となる場合には王冠を、 コモンウェルススターに置き換えるものとされている。コモンウェルススターは、オーストラリアのメダル類、例えば、ナショナルポリスサービスメダル、ディフェンスフォース、サービスメダル、文民用のスター・オブ・カレッジ、パブリック、サービスメダル、アンビュランス、サービスメダル及びオーストラリアンポリスメダルにも、用いられている。2004年のデンマーク王大使フレデリックとメアリー・ドナルドソンの成婚に際して、 メアリー妃にはエレファント勲章が授与された。メアリー妃の紋章にはオーストラリアの国章から取られた二つの金色のコモンウェルススターがあしらわれている。ありがとうございます。